けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今日は光の参加印象派の印象派展の開会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。去年の11月にこの福岡市博物館は、開館以来初めて常設展の大リニューアルをいたしまして、例えばユニバーサルデザインに配慮したですね、どなたにも楽しめる仕掛けですとか、それから見せ方の工夫をして本当に自信のある博物館がリニューアルオープンしました。その時の場合の方は今日お越しいただいているというですね、いうことを今有馬館長とお話をしたんですけれども、博物館はやはりこうした素晴らしい展示を皆さんにご覧いただく場所ですから、本当にそれだけ今回の展示会その期待が大きいということで大変嬉しく思っている次第でございます。今回のこの展覧会なんですけれども、東京富士美術館さんをはじめ関係の皆様のご尽力によって本当に開催できたということを心から感謝をいたしたいと思います。また世界の有名美術館から多くの印象派の名画が一堂にこの福岡市博物館に会しました。そして披露されるというのはこれはもう大変画期的なことでございまして大変嬉しく思っている次第でございます。さて今回のこの展覧会でですね、どうしたどのような絵画が見られるのかということを、先日私も実はレクチャーを受けたわけでございますけれども、セーヌですとかノルマンディの水辺を舞台に描かれたおよそ80点の作品で、水辺といってもいろんな水辺がございました。公園や広場、街並みを擁して流れる都会の川、それから風光明媚な田園地帯の中を潤す川、それからスポーツやレジャー、保養の舞台となる日の光に満ちた海岸、またそこで余暇を楽しむ人々の姿、こうした19世紀のフランスの情景が描かれたものだ、こうしたご説明があったわけですけれども、こうつまり都会を流れるか田園を流れるかスポーツやレジャーを流れるか、聞いてるうちにですね、これはまさに人と環境と都市活力の調和の取れたまさに、福岡市のを表したですね、川じゃなかろうかと、こんな気もしてきたわけですね。まさにこの博物館が立地をする百道浜地区というのは発展する福岡市の象徴として先進的な街づくりを進めてまいりました。また洗練された都会的な街並み、さらにはレジャーやランニングを楽しめる海岸線や室見川というのはまさに水辺の情景そのものでございました。この展覧会が開催されるにふさわしい会場じゃないかというふうに思っている次第でございます。展覧会に腕の皆様には印象派の巨匠たちがとどめた水辺の魅力を通じまして改めて水が作る街の魅力というものを心に強く印象づけていただきたいというふうに考えております。先ほど申しました通りこの博物館もですね、まさにリニューアルを11月にしたばかりでございまして、ぜひ、新しい福岡の観光拠点として、また、今年なんといっても黒田官兵衛の放送が始まりましたよね。福岡という名前まさに官兵衛によって書かれます。ちなみにこの2回流れましたが2回とも放送を見たという方は手を挙げてください。ありがとうございます。ついでにじゃありませんけど、今日主催の一緒の RKB の方もぜひ見ていただきたいんですけれども、大河ドラマの方もぜひご覧いただいてですね、本当に、この博物館にまさに黒田家の名品は全てこの福岡市博物館にありますので、ぜひ何度でもこの博物館に足を運んでいただいて、そして今回のこの特別展覧会のですね、素晴らしさをぜひ多くの皆様にお伝えいただければ幸いでございます。では、この展覧会、どうぞご堪能いただきたいと思います。本日は本当にありがとうございます。